イラッとくるけど、俺、うん、本当のブス、うん、なんか、地味な、地味って言った。本当のブス。いや、本当のブスよ。だから、その、なんだろう。明るいブスと暗いブスがいる。そうそう、暗いブスが俺、そうにしてたら、結構俺、微笑ましく思っちゃうんだよね、俺、結構。うん、優しい気持ちで見てられんの。なんか、田舎の人とかが東京でこう、頑張ってる姿とか見るのが好きなの。あの外国人とかが、東京でなんか困っててさ、それなんかこう、そう助けてあげたくなる気持ちと一緒？その、だって暗い子はそういうことしないでしょって。しないよ、しないから、なんかもうちょっと、まあ暗い子がもし騒いだ場合は、俺はもう、頑張れ頑張れってな。そういう子じゃないもん、絶対これ。小森純みたいなのでしょ？それは。か、まあこれなん、ちょっと言えないけど。言っちゃっていいよ。いや、違うんだよ、その、芸能人じゃないから。うん。うん。うんうん、ああ、違うね。人力車にさ。まあまあまあ、それはダメだよ。あれは思い出して。うん。うん、そうよ。あ、あれはそうよ、もうダメよ。ああいう感じのことを俺は言ってると思うんだよね。騒がし、まあ、わく、まあそうだね、うん。うん。なんか腹立つだろ。まあ腹立つ。腹立つよ。うん、腹立つけど、まあまあ。なんか、かわいそうだと思っちゃうんだよな、俺、ブスが。ラジオネーム、麦わら、麦茶。小木さん、八木さん、工務店さん、スタッフの皆さん、こんばんは、うん。私の不平不満です。私はかねてから不満に思っていることがあります。うん、それは、女の人は少し太っていたり、一重だったり、うん、だったり、すごく男の人からの評価が厳しいのに、男の人は太っていてもモテる人はモテるし、うん、一重の人は切れ長の目とか言われて、それはそれでイケメンってされるところです。ブスの女の人はイケメンを連れていることは絶対ないですが、ブスの男の人がめっちゃ美人を連れていることはたくさんあります。うん、テレビを見ていても女の人はほとんどが二重まぶたで、すっごく細い人ばっかりがチヤホヤされていますが、男の人はたくさんのジャンルの人が人気を得ています。とにかく不満です。男は、まだ顔が、ねえ、テレビ出てる人みんな、ほぼ整形してるんでしょ？だってあれ目はね。だね女は。女は。うん。そんな、そんなことない。もともと可愛い、綺麗な人が、うん、出てんだよ。テレビに？テレビに。いや、いじってたらたくさんいるじゃん。メイクでほら、だってこれ見て、小森純。これ一人だよ。こいつすごい、ね。一人だよね、これ、ね。メイク見て、二人だよ。確かに。ほら。ほんとだ、偉いな、小森純。だから整形しないんだよ。してね。うん。そっか、うん。なんだろうね、男はだって顔じゃないんだもんね。まあなあ、うん、味っていうね。そうなんだよ。あ、そう、まさに不細工な人を美人を連れてるっていうパターンね。あ、これだ、日村さんだ。全然だって、芸人なんてその全部そうだって。フジモン。そうだよ、あれも。キーな。見にくいよね。やっつん、やっつい。やっつんだったら奥さんグラビアだから。最低だもんね、やっつんだってね。うん。うん。そうだよ。最低な顔が。そうだよな。うん。男はだから味で勝負みたいなね。そうそうそう。ことができるのがだからずるいと思ってんじゃない？うん。女だって。うん。まあね。味、俺は味好きだけど、味の女、味がある。まあそうだね、小木の奥さんね。なんか奥さんも。味だもんね。味だよ。いやー、新宿に新しい名物ができるんだって。明日オープンするらしいんだけどよ。前、駒場劇場があったところに映画館ができるんだってな。しかもビルの屋上からゴジラが顔出してるらしいじゃねえか。しかしよ、屋上から顔出してるってことは体はビルの中にあるってことだよな。それじゃ2階あたりに行くとゴジラのチンポが見えるのかもね。しかも意外にちっちゃかったりして。ゴジラは体がでっかいくせに、あそこはミニラだね。ってバカ野郎っていうことで、12分に出たたけし。来週のスペシャルウィークがこれの企画だっつうことで早速行ってみましょう。こんなラッパーは嫌だ。韻が踏めない。これは嫌ですね。ラッパーのくせに韻が全然踏めなくてね。すいません。僕、踏まれる方専門なんでって、ただのド M じゃねえか。バカ野郎。童貞だ。これも嫌ですね。ヒップホップやってるくせに童貞でね、オナニーばっかりやってるから、マイクじゃなくて、チンポ持たせりゃ俺がナンバーワンってかっこ悪いっての。ラッパーじゃなくて、カウパーだ。これも嫌ですね。ラッパーじゃなくて、ただの我慢汁でね、仮の先っちょがぬるっとしてる、仮ぬる .com ですってバカ野郎。全然ディスらない。これも嫌ですね。ラッパーのくせに世の中に満足しやがってね。してやがってね。
俺は東京生まれ、ヒップホップ育ち、悪そうな奴も、良い奴も、みんな大好きだよ、ベッキーでしたって出てくるんじゃねっての。つうわけで今週は以上です。今週メールをくれたパイパン母ちゃんは、ラジオネーム、離婚寸前、中地、タクヨシロ、パイオーツオブカリビアン、以上のパイパン母ちゃんでした。次回のテーマ発表するぞ。来週はスペシャルウィークでお休み。再来週のテーマは、いよいよゴールデンウィークがやってくるっつうことで、こんな旅行は嫌だ。送ってこい。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。さあ、不平不満メールがいっぱい来てますから読んでいきますよ。ラジオネームキリンパン、小木さん、矢作さん、小本さん、こんばんは。洋服屋の出口まで商品を持ってお見送りしげるサービスがいらないです、ね、あれなんだろう。それをされたからといって何にも評価は変わらないのにと毎回思います。わかる。あれな、なんなのあれ本当に。レジのところで取ろうとすんの。そう。いやいやいや、あの、持ってきますかって。そこでもう渡せばもういいじゃん、こっちがもうもらおうとしてんの。わかる。あれやなの、ね。それ断る方が失礼だよな。そう。こっちが手出してるのさ、引っ込める方が。そうそうそう。で、一緒に歩いていくのはあれやなんだよ。あれいらないな。これは意味わかんないわ。教えられてんのか。いつしか。急にやるようになった、あれ。前はなかった。なかった、なかった。うん。どっかの多分会社がやるようになったんだろうな、有名なグループが。うん、そうだね、うん。それを真似してんだよ。でも全然良くないな、あれ、本当に。あれ、本当に。照れくさい。あれで一緒に出ていくのが。あれがいい人なんかいんのかな？あれは、やっぱそういうセレブの女性とかってそういうことなのかな？だってさ、外で渡される、例えば荷物が多かった場合だよ。うん。持ちます。で、例えば車まで来てくれて、うん、トランクに入れてくれるんだったらいいサービスだよね。それはいいサービス。でも、出口のところで全部渡されちゃうんですね。そうなんだよな。これだからサービスとしても別に何もサービスになってないんだよね。わかる。そこはね。あれやめるべきだ、確かに。あれ恥ずかしいし、あれ本当に、そうだ。誰に言ったらやめられんだろ、あれ。誰に言えばいいの、あれ。消費者センター？消費者センターに言えばいいの？ああいうのって、苦情みたいな。ね、お店に言ってもね、あれだし。でもお店に言えば、あの、いいんじゃない？その、こうやってレジで手出して持ってこうとしたら、あの、出口までお持ちしますって言われた瞬間に、いや、大丈夫ですって、いや、ほんとこれ大丈夫です。あと、このサービスやめた方がいいと思いますよって、みんなが言えば、うんね、絶対それが上司に報告するよね。そうだよね。みんなで言ってこうよ。社長の耳に届くよね。うん。これ嫌がってる人多いって。そう。うん。でもいるのかな、こう好きな人、こん中に。いる？あれが好きな人なんて。みんないないんだよね。いないよね。いないですね。あ、なくなってもいいよね、別に。いや、いいね。じゃあ、ほんとそうしていきましょうよ。うん。うん、ラジオネームお金大好きゼニゲルゲ、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。僕は16年ほど声優の仕事をしてる。え？おー、すごいじゃない。16年声優の仕事してんだって。立派な人だよ。最近我々の業界は声だけではなく顔のクオリティまで求められるようになり、なった。びっくりするほどクソ面顔の僕は非常に困っています。以前超二枚目役をやっていたんですが、うん、事務所のホームページにある僕の宣材写真を見た人に声はいいけど顔が残念とネットに書かれたのを目にした時は心から泣きたくなりました。クソメンが二枚目役の声をやって何が悪いという僕の不満をラップにしてもらえたら幸いですと。確かに。いいんだから、声優さんはね。そうよ、こんなの。ねえ、うん。確かに女性がどんどんそうになってきちゃったからね。